だよ、朝練とかマジめんどくせんな、ほんとに。おい、立つ、うるせえぞ。はい、もう全部ネット、何も入んない、何も入んない。アウト、ネット、アウト、ネット、ネット、アウト。おい、タツ、うるせえよ。はい、もうどうせ入んない、入んない、あ、もう何も入んない。ああ、もううるせえな、お前。はい、ということで、改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。年末年始企画ね、4つの動画あげましたけど、皆さん見てくれましたかね。まあ着々と伸びてきてはいるのかなと思うので、まあ皆さんこれからもどうぞご視聴の方よろしくお願いします。で、今回の、まあ動画に関しては、まあ全くテニスをもはやもうする格好でもないんですよね。すいませんね、本当にただの私服でちょっと動画撮ってるんですけど、ツイッターで、年明けちょっとつぶやいてるんですけど、祝、チャンネル登録者数900人おめでとうっていう、あの初夢を見たんですけれども、まあまだまだまだね、自分のチャンネルの登録者数に関してはまだ300人すらいってない状況なんですけれども、500人登録者数がいったら、プレゼント企画をやるってことを前のツイッターでちょっとつぶやいたんですよね。で、まあただね、まだ200人、200、300人もいってないのに何やってんだおめえみたいな、そんな影響力もねえやつがそんなやったらしょうがねえだろうと思うかもしれないですけど、なんで500人達成した段階で、このプレゼント企画はやろうと思ってます。で、もう一つ、今、まあ、実は僕、ツイッターと、あと、インスタの方を基本的に毎日更新してます。で、インスタに関しては、インスタライブで、そういうなんかコツ系とかじゃなくても、まあ、今インストラクターやってる方だったり、まあ、選手でやってる方とかで、まあ、普通に対談っていうか、まあなんかその辺なんかも情報共有の場として、うん、あのインストラクター同士でなんかそういう交換なんかもできればなと思うんで、まあただその中でね、やっぱりそう、こうやって SNS が使えるっていうのがあるんで、うん、うまく活用しながら、まあ自分たちの活動だったりなんかをしっかり発信しながら認知してもらえればと思うんで、ちょっとその辺なんか、まあ協力してもらえると嬉しいですし、まあその協力してもらえた中で、まあこっちも情報提供できればと思うんで、まあぜひぜひ、インスタの方なんかもフォローしといてください。一応概要欄の方にインスタの、アカウントとツイッターのアカウント、あともう一個公式 LINE の方のアカウントもあるんですけど、まあそこは別に何でもいいです。まあ面白いと思ってくれてる方もいるかもしれないし、クソラだなって思ってる方もいると思うので、まあその辺なんか賛否両論別にどうでもいいんですけど、まあただね、やっぱその中で一つこのテニスっていうスポーツを盛り上げられればと思ってるんで、まあその辺なんかはちょっと頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いします。この動画が、まあ、ちょっと気になるよって思った方はもう散々言いましたからね、チャンネル登録よろしくお願いします。あとグッド、高評価か、高評価の方もぜひよろしくお願いします。それではこれで終わりにします。バイバイ。